ちょっととあるカードゲームをやっていただきたいんですけど。カードですか。はい。何のカードゲーム？マジック・ザ・ギャザリング。あ、そっちの方ですか。一番実績を残した方にハワイ旅行。ハワイ旅行。はい。第17回マジック運動伝。よいしょ。お願いします。ありがとうございます。そうですよ、17回。はい、どうしたんですか。結構やりましたね。何が文句あるの。本当に17回かなと思います。いや、まあ多分そんな、まあ最近ちょっと疲れてるからストレス溜まってんじゃないなんか前回も17回じゃなかったですか。もういいじゃん、何回でも。何回でもそうですよ。何回でもいいや。シラさんだって今毎日ライブやってるわけでしょ。毎日ライブしてます。歌ってるんでしょ。はい。この後もですよね。この後もです。今日ストレス溜まってんだよ。溜まってんすね。もう今ジンマシンがすごくて。嘘、マジっすか。やめたらいいよ。もうカードの数でこうやって書いてます。いや、やめてくださいよ。なるほど。いや、アバシンで。いいね。どうせ勝てたらアバシンだよね。やっぱ勝ったらアバシンで、やっぱり。そりゃそうでしょ。ちょっと前の字で英字で書いちゃダメ。アバシンで贅沢だな。ちょっとひどくなりそうだし。いや、そうですね。直してくれそうだよね。そうそうそう、直したっすね。天使で。平和な心とかでいいじゃん。あえてのですね。なるほどなるほど。まあ体調に気をつけてください、はい、本当に。はい、どうですか、あのニストラード大おかげ発売して、まあ、新デッキということで、ね、はい、まあ、早速アワシンって名前出ましたけど、もういい、ちょっと一個先生に言いたいことがあるんですけど、はい、まあ、ニストラードが出たじゃないですか、はい、でなんかちょっといい、あの助教ありませんか、白黒でって言って、はい、なんかそしたら教えてくれたんですけど、はい、なんか苦渋の決断っていいですよって言って買いに行ったんですよ、はいはいはい、そしたら苦渋の決断って遊戯王のカードで私遊戯王のカード買わされそうになったんですよ。間違ったら、間違ったらたまたま遊戯王だったっていう。先生ひどいわそれは、はい、いや僕と白田さん特に初心者だから、はい、先生によく相談するじゃないですか、うん、結構ね自分の好み言ってくるから気をつけた方がいいよ。できますよ。俺ピアならキアなら抜けなかったんだから抜きたいって言ったの、はい、でも今回はそれがあったんであんま全部言い過ぎだなと思ったんで、今回のクリスさんとのデッキ相談の時はもう結構あ、これです、もうこれです、でこれとかどうって言って、いやダメですみたいなのを結構ズバズバ言ったつもりでは。いや、色であなた色に染まるじゃないですか。そうだろ、それダメでしょ。だからそこは俺は絶対にこれは入れたいとか、あ、それを先に俺もこれは絶対言って、はい、そうそう、まあまあそれはまあ尊重しつつ、いや、やばいな、これでクイズは結果出なかったらまたすごい言われそう。うわ、すごい。そう、いやいや、そんなことない。これは一緒にね、話し合って作ったから、ね、言っても、はい、では、まあ楽しみなわけでありますが、はい、じゃあ早速組み合わせを決めたいと思います、はい、今回はリーグ戦ということで、まあ総当たりで当たっていただくので、あ、はい、まあ初戦誰から当たるかっていうのと、はい、じゃんけんをしていただいて、はい、じゃんけんで決めるんですか。はい、だからじゃんけんで、じゃんけんで、ほいじゃあここ2人ですね。ここ2人で、はい、はい、ここ2人で総当たりですもんね。総当たりなんで、はい、トーナメントじゃないで、はい、はい、ということで、初戦は、白畑さん対お豆さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは、はい、1回戦お豆さん対白畑さんです。お願いします。お願いします。お願いします。経営の中ですからね、この2人。経営の中ですね。公開収録でもバチバチやってましたね。仲悪いじゃないですか、2人が。仲いいですね。負けたくないから。これはバカにしてますよ。バカにしますね。かなりバカにしてますよ、今。今しらさん。やばいですね。や俺はヤッホーとはなかなか年上の男性に言わないですよ。言わないですね。はい、いやー、なかなかですね。あれ、先行後行決まってんですか。仲良くしようかなと思ってないです。これなんですか。はい、もうお豆さん怒っちゃってるから、はい、もう無視してますね。2ですよ、お豆さん。よし、危なっ。1いきそうでしたね。危なかった。泥試合だよ、2と思って。先行。さあ、マリガンチェック。キープします。キープします。はい、お、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、厳しくないんですね、お豆さん。大体ね、タップインでタレント。はい、はい、お願いします。1ターン目でホダコが出てこないですね。
うん、落ち花で探検隊の特集です。きつい。21早いエンドです。本当にきついの。はい、そんなきつい。よいしょ。要塞化した村します。の時にお札を、はい、はい、H1 はい、ですからアンタップ。はい、なるほど。はい、シマナスペレインのスレイペン、スレイペンの調査官。はい、はい、出た時に手がかりが出ると。はい、いっぱい持ってきたのに。そうです、手がかりさっきいっぱい持ってるって。はい、僕にくれたじゃないですか、いっぱい持ってる。はい、いっぱい渡してたじゃないですか。はい、忘れてきちゃいました。はい、で、シマナでスレイペンの調査官。また調査かい。めっちゃ調査する。はい、で、ターンエンドです。はい、マナでカラスクリアのイラストを出します。はい、エンドです、はいね。はい、懐かしいやつがいいかな。ターンエンドです。はい、土地出して1マナでシテオンくん。おお、来た。はい、2マナ、まあ人気ですからね、キテオンくん。サリアの副官。うわー、来た。うわー、副官、よいしょ。いい、うわー、やばい。ヒューマン。人間でしたっけ。ね、人間に。人間です。はい。はい。で、攻撃入ります。いきます。4点。はい、4点。はい、ターンエンド。はい、で、うわ、はい、します。17点ですね。はい、ターンエンドです。はい、戻します。で、3マナでトアの見守りを出します。うわうわ、何ですか。トークンでないクリーチャーはプラス1プラス1の修正を受けるともに警戒を持つんですよ。強っ。で、3体で、では攻撃します。強いっす。はい、これ防ごうか何しようが変身しちゃうの。でも2体でブロックしちゃいますよね。キテオン君は知ってます。お亡くなりですね。ではこっち先ですね。はい、はい、って言っても2、まあ、人とも死ぬ人です。はい、はいはい、で3、6です。はい、ターンエンド。はい、スレイペンが強いね。7で0。はい、16。ターンエンドです。はい、戻します。4マナで中退をした。うわこれやだよな。うわカウンター乗るぞ。あ、はい、集合しますね。はい、わドギツの人間ですか。人間ですね。人間と違う。すごい。じゃあサリアの俯瞰に2つ土地置きます。あ、やべー。なので調査が、はいはい、4枚ですね。はい、はい、ターンエンド。はい、もうダメだ。ダメですよ、ターンエンドって言いました。入ります。厳しい。これ2体で攻撃します。6点。はい、6点です。厳しいっすね。これはちょっと強いね。厳しいな。はい、ターンエンド。もらいます。引っ張ってきてたろ。人間強いな。やっぱ人って一番強いから世の中で。2マナでクリアトーク。あー、来た。そして15。3ドです。6点かな。こっちは結構吸血鬼と人間が手を取り合ってる。あ、まあね、こっちはもうとりあえず自分よけで全ていい。いや、ほんそうですね。人間って悲しいよ、いつも。1人のやつしか受け付けないんじゃないか。2マナで手がかりします。はい、うわ、手がかりしたら乗るのこれ。はい、あ、そうなんだ。カード引きます。強いな。うわ、はい、では2マナでサリアの副官を出します。いやナイス手がかり。はい、ナイス手がかった。はい、強いな。対策を考えないの、これは。投了スタンバイですね。投了っすよ、ね、これ。あ、投了懐かしいわ。まだ3戦あるからな。棟梁、そうそうそう、棟梁準備中ってめっちゃ出てますよ。ワニコに、はい、ART の準備中みたいな。だってこれまだプラス1修正受けてるわけでしょ。そうそうそう、しかも警戒っす。じゃあ、はい、もう5体で攻撃します。一番でかいやつをとりあえずブロック。はい、これかな、これじゃない。
8点ですね、はい、残り1ドレミが入ってですね、だから6点7になります、はい、こちら9点になります。次のなんかすげーの出せば、はい、そうですね、うん、ターンエンドです、はい、水滅でもダメですね、足りないですね、はい、棟梁、はい、ああ、そした次行きましょう。ちょっとこれお前が時代来てるね、やっぱまだ、いや人間、でもやっぱおすすめ、ツイッターとかでもおすすめしてくるいいよってやつが全部人間のやつ、あやっぱそうなんだ、うん、そんな中でもそんなことじゃないでしょ、はい、見た目がかっこいいからじゃないでしょ、はい、こいつだったら抱かれてもいいとかそうです、ああなるほど、それいいよね、白川さん、なんてまっすぐな目してるんだすごいよ、大事だと思う、抱かれたいデッキです、抱かれたいデッキ大事だと思う、大事ですね、ズラポンドさんに、ズラポンドいいよね、え、いいね、ズラポンドはかっこいいよ、抱かれたら原因ドレインスだもん、抱かれたらズラポンドはまだいい方だめっちゃいいです、クリさんはもうし白は使わないっつって、俺はもう使わない、ボックスから出たアバシンを食べようとしましたクレー食べるならクレー、ま、周りにもう本当首根っこつかまえて止められてましたなんか一個やっぱ決め事作ってやったこと、うん、じゃあ先行いただきます、うん、おーわーここだしな、シップじゃあ行きましょう、お願いします、お願いします、頑張れよ、白川さん、はい、白出します、はい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 、エンドです、はい、じゃあカード引きます、深い、出します、1マナでスレイペンの操作か、いやーこれ嫌いになっちゃうよ、白川さんこれ恐怖症になっちゃうよ、ターンエンド、スレイヴェンの調査官、え捜査官、6枚セスでいきますね、これお豆簡単にやるからな3枚しか入ってないです本当っすか、後で俺が無限の場所使ってみますよ、まずいまずいまずいバレますよ、バレますね、超恥ずかしいっすねします、カードしてます、1マナでペンを組み出します、はい、攻撃入ります、はい、はい、はい、ターンエンド、お、やべ、やべやつ来た、はい、やべやつ来た、エンドです、はい、押します、2マナで逆乱の騎士出します、あー出たらこいつ、あーキラ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 、これは持ってこれるってことですね、はい、そのまま出せる、それで2枚で、あんた、はい、ウエストベイルのシュートを、あ、オーメンダールさんが出てくる可能性もありますね、2マナでサリアのフカ出します、ギャース出た、これツヤだね、ギャース、攻撃入ります、1体で攻撃します、はい、ランド、はい、はい、はい、ね、3マナで白、はい、白出します、はい、はい、はい、負けじと、はい、ナイス、飛行三三警戒、はい、優秀で、戦闘に入ります、はい、そのまで、はい、ライトラの死者で3点、警戒か、はい、警戒なんですよ、こいつやだね、優秀、エンドです、はい、じゃあ戻します、はい、で4マナで、お、はい、中退、はい、死亡者中退、1、2、5、6、これだけ、まあ、良かったですね、1体で良かったです、では攻撃入ります、今日は変身しちゃいます、はい、いいですね、同士打ちですね、はい、同士打ちで、はい、6点くらいですかね、はい、10点で、これが、はい、変身、はい、プラス2を使って
指定したクリーチャーは、次のターン中その可能ならこいつを攻撃しなくちゃいけない。ゲームを攻撃しなきゃいけない。はい。でターンエンドです。はい。指定しないと。こいつですね。こいつをこいつを攻撃するように。11点ですね。分かんなかったんですよ。いや確かに、いやこれは迷いどころだと思います。これは、はい、どっちもどっちみたいな。そうですね、いつもの白畑さんの兆候ではなく、これはもう迷うべきところ。間違ってなかったですか、さっきの。まあ、こうかどっちかですよね。そうですね、50の8で、はい、2点を取る。なるほど、3点しながら。なるほど、はい、言います。はい、なるほど。どういう量が違う。もう1個前のその後の話です。します。はい、はい、なので3点ですね。はい、12、はい、12点。はい、はい、エンドです。はい、どうしますか。よいしょ。これ除去引かれたらまずいってことか。テスワか死の宣告して調査されて、ちょうどですね。で、2マナで除去します。はい、23になったね。で、2マナで石の宣告。あ、やっぱあるんだ。あ、終わったー。はい、はい、除去。はい、はい、90の始まりで攻撃入ります。棟梁、はい、はい、殴れてません。はい、はい、ダメです。白瀬さんが気分的にやめただけです。はい。ね、負けたことがあるじゃん、多分ね。なんのチームワークか。すごい懐かしい。すごい。いや、強いな、人間。いや、強いよ。いやマジで。ちょうどお豆帝国が今建設中だっていう話を。これでこそマジック奮闘伝よ、やりがいがあるよ。そうですね、なんか初期思い出して、ね、この強いと言われてる人間たちを倒そうよ。これでも3ヶ月に一度訪れるわけだよ。そうですね。お豆ヘイトは。お豆さんやっぱね、強いんだよ。いいですね。人間。はい。ということで、下岡やったー。一番人間から離れてるやつだよ。誰がですか。人間でしょ。人間で。人間じゃないですか。なんか人間に憧れてる妖怪が人間的に使ってるみたいな。勝ったら厳しいな。はい、ということで、じゃあこの勝負はヒューマンのお豆さんの勝利です。白瀬さんの網走見たかったのにな。見たかったな。全然出せなかった、マジで。白瀬前に倒す。いや、宣言通り。すごい。すごい。人間嫌い。人間嫌い。だから人間嫌いなんだよ。だから三次元の人間嫌いなんだよ、マジで。いや、それは二次元ですよ、そこのあいつは。いや、でもこれ三次元じゃん。これって言い方。やべえ。怖えな。いや、じゃあ口悪くない。もう次の対戦いきましょう。次の対戦は。しますか。はい、じゃあクリーさん対白畑さんでいきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。